よし、じゃあ。もう、マッチカル、ん？こ何？のメーカーすごいな。メーカー？おお。あ おや、どっかで見たことある。れ、名どっ前かだ。で見たこと。ああ、間違った。ああ、ああ。しまった、失血ひしてる。ひ。よし。代理人マルカ。ここね、あれだ、ドンパチが許されないっていうストーリーミッションだ。なるほど。敵に気づかれずに代理人の助手を見つける。代理人の助手を尾行しおて、い。マルカでのコンサートで何を計画あ、しているみのかんかじん調死べ。んじゃったよ。ああ、レストインピース。場所は、どっかファストトラベル、微妙だな。平坦な道が多いから車で行くか。破壊しちゃったじゃん。本当よ。パックカトリン乗り乗り物物。やっぱりね、パック語り製で、パック語り製じゃないか。パック語りから車を要請だ。行こう。やっぱりね、安心安全の中ハワ製だよ。中はわし。おそらく日本車だ、これは。たそうだろうな。中ハワなんて外国のメーカーあったらやばいわ。聞いたことないですやね。ばい。なんか向こうの山の上の方にも何かがあるな。ああ、なんかあるね。なんだろうな、あれは。後から基地。またユニダットが前方か。いや、これなら。いやー、やるならちゃんとやれ。ごめん。お事故なんです、今のは。もうちょっと離れよう。降りよう。はい。霊廟ですよ。は、あ早いのな。宮殿みたいなの。ああ、そうなんだ。300m ね。ドローン展開。これ建物の中か、これは。うん。あ、いたいた。サーバーマシンが思ったやつを見つけた。重要情報。ああ。ここほとんどスルーできる。まあ、前にはね、お。お。おっと。ちょっと一緒に来ようか。オリゾーパンチ。そっちずかずかと進んじゃってるけど、情報も回収していかないと。ん？そっちに情報あった？ああ、もうちょっとそっちか、これも。うん。スルーしちゃうか、じゃあ。全然もう、その辺は何もないよ。街中入っちゃったからちょっとゆっくり行かないと。もうこっちはもう目の前だな。まだ敵だ。スルーできるわ。オッケー。しかもここの情報何もいねえわ、敵。あっと、危ねえ。なんかこういう殺風景な街に時々いるこのいい服といいハットをした人々は何なんだ？神父か。神父。SB の通こん信なと説をころ見つか。けた。よし。待って、情報ゲット。うん、これでもう情報全部かな。 OK で、ステルス必須なのはね、ここから 500m 先だ。 OK。 待って、敵がいるね。一人か。ステルス。ターゲットを遅く。じゃあ車に乗ってもらおう。あ、これも中合わせだ。車？ああ。乗っていこう。オッケー。あと450メートルか。
敵を排除した。この先のね、助手っていうのがね、いるから、うん、今引いた人についてあえては触れないけど、なんか飛んできてね。あれでも気づかれずって書いてあるけど敵、いないよね。いないよね。持ってるだこれ。ちょっと待って、あれこっち来て、え、なになになに、なんかいる。空、空、なに、あのフレア的なやつは何だ。いや、あれはね、たまに飛んでるね、フレアか何かだよ。そうか、時々だって爆発したりしてるでしょ、マップで。あ、まあ確かに。どうする、捕まえればあいつのボスにバレるかもしれないぞ。尾行する。やつが何をして、誰と。あ、見て見て見て、見つからないように気をつけろ。これ絶対バレるよ、これ。こんなとこ森沿いの時点でね、あれさ。大丈夫か、バレないか。こっち向いてるだろ、あれ。あれ、あいつ事故ったせいだろ。それ今バックミスったでしょ、今。ギアミスってるでしょ、今の。まったく。ならね、どうしようかな。尾行だろ。事故った。今の絶対事故ったよな、本当に。事故って、やべ、事故った、あ、待って、誰かいるぜっていう感じで、バレたよな。オートマにしろとね。だからラッキーなやつだ。エルチドの代理人の助手らしき男を発見した。車呼んどっか。あ、ストップ。この車、この車、この車。尾行する。やつが何をして、誰なんで撃つんだよお前。見つからないように気をつけろ。いや、撃たないと降りてくれないじゃん。捕まってろ。誰をかけてくる。ほら、ちょっと警戒してるじゃん、ほら。おお。出てくるか、あいつ。いや、出なくていいよ、なんだ。まあ離れてれば警戒は解けるはずだ。うん、でも解けてるで。そういえば PVP のあれ、もうちょっと近づかないと動かないんじゃない、さっきみたいな。そうかね、 PVP のアップデっていつ来るんですかね。それちょっと気になるけどね、いつ来るんだろう。まさかシーズンパスの人だけだよとかは言わないよね。いや、無料ってちゃんと公式が言ってるから無料だよね。大丈夫だよ。出てくる、ちゃんと。なんか怯えて出てくる気配ないよ。さっきあの辺にずっといたじゃん。動いてないよ、だって。あ、動くか。いやいや、ちょっと待って。ちょっと待てよ。あー、行くの。もちろんドローンをね。この間のアップではビューティークイーンことミリアなんとかって人の胸が無修正のまんまだったので、それに修正を入れるためだったみたいですね。この間のアップではビューティークイーンことニディアなんとかって人の、あ、待ってコメント読んでる間に来ちゃう。うん、危ない、危ない。あ、なるほどね。なんか規制かなんかをかけるシーンが無規制だったからアップデート入れちゃったって感じか。あら、まあ無規制でよかったのに。そんなドローン、ドローン出せる。ちょっと待って。ああ、出せるわ。ちょっと見、どんな感じになってる今。めっちゃおどおどしてる。めっちゃおどおどしてる。ちょっとさ、ボリビアのさ、このみんな運転のさ、なあ、ボコボコぶつかってまでその道走んなくていいじゃない。どうする。どれどれ。こういうあれ、おあ、動いた。ドローン近づきすぎたかな今のは。近く、ラジが開かないね。ちょっと確保してみちゃう。いやー、まずいでしょう。あ、切れた。戻れ車。あ、切る。オッケー。あ、動いたね。出る。
ライト、ライト。尾行だ尾行。決して体を乗り出すんじゃないぞ。あ、ちゃんと今度は、あ、また警戒して、あ、こっち曲がっていくのか。おお、奥行くのかと思ってた。はい。はい。分かった。あっちに曲がっていくのね。うん。さっきのギアの入り方からして、なんか左曲がっていくのかなって。紛らわしい。この辺にも車用意して。反乱軍に乗り物を頼んだ。そっちか。あ、違う違う違う。する。よし、これで今度はこっち曲がってきたりすることはないよな。それはちょっと理不尽だ。助手の所にするのよくない。助手の所にするのよくない。ちょっと様子見てきてる。ドローンで。ああ、ドローン。おい、エルチドの代理人の助手らしき男を発見した。どうする？捕まえればあいつのボスにバレるかもしれないぞ。いいよ、もう離れていいよ。尾行する。やつが何をして誰と会うか見るぞ。見つからないように気をつけろ。こういうね、あんまり大したことない人物に限ってエルスエーニョと会ってたりするんだよ。ありそうだな。で、実はね、いや、エルスエーニョじゃなくて私が本当のボスですとか。そういう。エルスエーニョはわしが育ってたみたいな。あ、こういったね。ずいぶん偉い人だ。よし、尾行しちゃうぞ。よし、まあこんぐらいの距離を保ってれば。うん。お。今の車敵だったな、今の車。いや、尾行はね、もちろんちゃんとしたい。あ、曲がってったな。うん、尾行したいのは山々だけどね。あ、止まった。待って、降りるぞ。左の、この丘の上行こう。あ、暗い。二人目のターゲットを発見。待て、この建物に寄るみたいだ。ここで寄るだけか。会うのかもしれない。会話を聞くべきだな。あそこに潜入できそうか。ドローンを送り込む。こっちの存在に気づかれたくない。オッケー、ドローンを送るだけだな。ドローン飛行中。オッケー。ちょっとドローン操作がちょっと高度なものになる。これ3人目の敵を確認。そっとね。どこ行った？あ、いた。あ、さっきのスロットあった部屋に行ってる。ああ、いる。敵を捕捉したが、近くに民間人がいる。盗聴中。これでよし、行くぞ。よし、オッケー、開口記録だか。これはこれでいいのか。いいんじゃないか。お、あれはスタンドか。あ、渋滞しちゃってるよ。ああ、渋滞。こんなとこに止めるからごめんなさいね。やたら事故は起こすのにね、前に車止まってたら追い越せないんだ。え、情報は得たけどな。ああ、ごめん、ギアを押した。で、盗聴は近いのここかな。ちょっとファーストトラベルするか。マルカアルファ。マルカアルファ。マルカアルファ。ボーマン、エルチドの代理人とサンタブランカの連中の接触を確認した。カルテルの連中は奴の知名度を上げるのに躍起になってる。この辺りを宣伝トラックで巡るらしい。連中はそのトラックでカルテルのプロパガンダを広めるのよ。ならトラックを片付けよう。
あっとっと、刺さった。トラックだけ爆破しても仕方ないわ。どこかに宣伝用品を保管している倉庫があるはず。 C4 を積み込んだものとすり替えましょう。バック語りの部下に偽物のトラックを用意してもらうわ。ボーマンもなかなかえげつないこと考えるな。爆破させるのリスクは高そうだ。よっ、おっ、車の持ち、店を壊したら行く、次の車までレコレコに。おい、ちょっとブレーキしただけだけど。悪ふざけが行き過ぎてる。いや、マジか、反応すんの。いやいやいや、C4 置いたのかと思った。了解、トラックを確保する。よし、ね、ボンボン、ボーマンの話が入ってこなかった。ボーマン曰くね、そのあれだ、そのまあなんかプロパガンダトラックあるから、トラックをね、はい、C4 満載のやつにすり替えちゃおうっていうお話で、この先ロスクライオスデラムエルテじゃないな、これだ。 A 地点に重要情報があるなら、うん、A 地点に行くぞ。そ、あ、そっちか。なんかこうさっき言ったところじゃないかな、もしかして。うん、やっぱりね、ちゃんと武器とかね、回収できるところに。あ、やべ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 、これは死ぬ。因果を。ちょっとバイクから投げ出されたね。かなり、まあ、かなり助けにくいところ。これは無理か。いや、あ、いけるけど、どこで転がってんだよそれ。いや、ちょっとまさかバイクから放り出されるとは思わんかった。インナー黄金なり森蔵なり森蔵。くそ、これ明日痛むんだろうな。え、ね、そんな離れてんのに蘇生できたの。いや、そんなに離れてもいなかったけど。うっそ、こっちからしたらなんか 超能力的な感じで生き返ったわ。まあ、たまに距離は。待って待って待って、暗いな。バイクがいろんなとこに詰まるな。なかなかこういう岩をすんなり登ってくれないもんかな。うまくいかないよね、そういうボコボコなとこ。あ、やっぱりさっき行った場所だ。あんた武器集めとかは一通りストーリーやってからの方がいいのか。あ、やべやべやべ、中米を通るときはかなり注意してただろうな。何してんの。やべ、すぐ近くまで来ちゃったけど全然バレてない。ちょっとあなたはそのまま入水して。操縦難しいですよね。うん、難しい。情報こん中だ。なんだ。はい、こんにちは。こっちファストトラベルしたらどうだい。そうか。地雷を駆使、ね、待って、その重要情報と重なっててね、合わせれないんだよカーソルを。はい、こっち来い。飛行機の運転できない。いたか、彼いるかい、この人いるかい。仲間はすでに水に入ったぞ。生命はね、すべては海から生まれたと言われてるから。俺海じゃないな、俺。あ、落ちない。あ、当たり判定ないじゃん。そりゃいいんだよ、早く情報を。どれどれ。エルチドはウママルカでコンサートを開催するらしい。コンサート。ボーマン、お目当てのエルチドはウママルカの会場でコンサートをするらしい。タイトルはパチャンゴンボリビアノだ。ボリビアノ、ボリビアノ、ボリビアノ。絶対にコンサートの開催を阻止して。お、すごい車。会場に行って中止に追い込むのよ。具体的な方法は、誰の目にも明らかな形でコンサートができないようにして。ほう、また連絡する。
誰の目にも明らかな形でコンサートを開催できないようにするか。じゃあもうイコールボコボコにしろ、まあ、ボコボコにしろきっと。ただ車に乗ったのはいいけど、ちょっとね目的地がね、うん、こっちが宣伝トラックで、こっちがおっと間違ったコンサートか。ファストトラベルしよう。マルカデルタ、マルカデル、あ、オッケー。